ッドモーニング。おはよう。しっかり寝ました。誕生日おめでとう。おめでとうございます。悲劇のヒーローさん。朝5時から強いな。今から寝る。今から寝るのか。朝寒いな。そうなんか。よかった。眠くないような。移動中に寝よ。早起きは苦手ですけどね。お腹がずっと鳴ってた。寝るとき。いや。寝る前に。納豆食べたんです。そしたらずっと鳴ってました。だからそれを気になり
気になりながら寝てた。寝てなかったかもしれん。でも寝てた。気になるなと思いながら。そしたら急に4時になってて、はって、4時になったって、寝てないか。寝たけど寝てないみたいな気持ち、この気持ちの感じは、ただの仮眠でした。夢、夢なんか見た。夢なんか見たな。確かさっき格言を思いついた、降りてきたんですけど忘れた。何だったかな、って思いついたんですよね。なんか思い込み大事みたいなニュアンスの、そこのニュアンスよ。そこの仲間、思い込みと自分を思い込み、自分の思い込み。
降りてこない。ここまで来たのに。ハロー。極限降りてくるんだよ。ストックは、でもね、ストックあるけど微妙なストックがいっぱいある。なんかこれ微妙だなーってストック。いいストックはもう全部使ってるってか使うんだよね。いやそうね、ストックはストックのまま。どう？ストックのままだって。なんか辛くなる、ちょっと辛くなる格言。ちょっと辛いな。しかもなんかそのままのこと言ってる。当たり前サイヤンの香りがしますね。でもその類、その種類のいいね。ストックあたり。使わなきゃ残しててもみたいな。タイミングはいつでもいいけど。使わ使わんと残しててもみたいな。なんかになりそうですね。でも今じゃないな。降りてこない。やばい。15分経ったか。
すぐもうすぐか。そうよ、お蔵入りにするか使うかはみたいなやつや。蔵から取り出そう。私にはまだ蔵があるみたいな。絶望の時に持っている蔵がある。みたいな。そうだよ。こんなに結構考えてる。ちゃんと考えてます。私にはまだ蔵がある。いやでもこれ急にそんな言われたらちょっとびっくりする。えって。もうちょっといい言い方あるだろうね。持ち物がなくなったらまだある、まだあるよみたいなニュアンスにしたい。読もうかな。なおさん、バリーさん、えいちゃん、うっしーさん、まさたろうさん、まいせんたん、せいやんさん、こっぺさん、とちおさん、ゆうすけさん、にがっきは学級委員さん、とっとりたろうさん、みっちーさん、おうさむさん、ふたてさま、かーくん、きちねさん、みつるんさん、にのまるさん、ミッドナイトシュガーさん、まぴさん、ファルコンさん、エビスさん、五十アップくん、銅の剣さん、良平さん、サトロクさん、しんちゃん、グッドマンさん、カニミソさん、ともきちさん、トールさん、あおちゃん、おっくん、ありがとうございます。なんかちょっとテンションすいません、なんか言い方がちょっとテンションが なんか私何言う、あ、大丈夫でした。今なんか私巻物に書いてあるものをなんか読んでるみたいだったんだけど、大丈夫か。じゃあありがとうございました。知らぬ間にテロップ出てた。じゃあねー、バイバイ。